あ、やべ。こっち行こうか。あ、やべ、宝箱ない。マッチー。やばいやばい、ポーションしかない。ポーションおじさん。やばい。携帯落として唇切れた。唇落として唇切れたってことはさ、あ、そういうこと、上向いて、あ、そういうことね。はいはい。なんで唇切れるんだと思ったら、あれか、寝っ転がって見てて、でこうやって上向いて見てて、携帯上にして携帯落として口に当たったんだ。うわ、めっちゃ痛そう、それバシャーンなるやつですね。やばすぎー。僕ちょっと それに近いんですけど、僕大体寝るとき YouTube 見てるんですよ。なん誰でもいいんですよ。なんか程よくうるさくて、程よくなんか程よい感じの動画見てるんですよ。なんか赤木茂とか、なんかいろいろなんかそういう落ち着いた感じので、そのなんて言うんでしょう、そのもう寝るかもし、もう手に握ったまま寝るんで、手に握ったまま寝るんで、でもうダメかもしれない、もうそろそろもうあの世へ行ってしまうっていう時に、なんか携帯がなんか手から落ちるんですよ。それでビクッてして起きるっていう。やばくないですか。それ結構ハマってるんですよね。ビクッ、危ねえみたいな。全然危なくないのに、別に携帯落としてもベッドの上だし、全然なんか全然余裕なんですけど。うん、あります、そういうこと。え、何やってんねん。私に喧嘩売ってしまったな。どこへ行くんだね。もうおっかないよ、俺に喧嘩売っちゃったら。それやばいよ、やばいよ、それもう。ああ、早いな、建築。おお、死ぬぞ。すいません、私が悪かったです。すいません、帰ります、帰ります、すいません、勘弁してください。怖いっす。私に喧嘩売ったらとか言ってたよ。私に喧嘩売ってしまったな。もうおっかないよ、俺に喧嘩売っちゃったら。それやばいよ。すいません、私が悪かったです。すいません、帰ります。普通に敗北したんだけど、この辺の資材全部あさっとくか。もうこうやって逃げれたのがラッキーですよね。うん。お前かこの野郎、お前か、さっきはよくもこの野郎やってやるよ。やめて、パター。
やばすぎ。セイキンエイム、セイキンすいません、ふざけてるわけじゃないんで。ねえ、チッチー、ありがとうございます。ねえ、いやー怖いねー、あっという間だったねー。は？目で切ったんな、いらないか。うわうわ、あぶねー、ジジイ。よし、残り7人。いやー怖かったねー、ジジイ。素晴らしい。怖いなー、これでさ、なんかスナイパーでピッて抜かれたらもう配信やめよう今日なんかこんないい、かっこよくさ、ちょっと危険なね、体力がない時にあんな2枚カットして、それでなんかあっけなくスナイパーでピュイって抜かれたらもうおしまい。今日は苗落ちです。ピンクマンいるわ、アンチガイだよあれ。どうすんだろう、ジッチプネ。このレンガに入った人やるか。ラモあるんだ、全然見ない。うわやば、うわ
バカバカバカ。違う。逃げろ。あ、いない。どこ行ったんだろう。資材が全然ないぞ。やばすぎ。やばい。資材なし。どうしよう、資材ないんだけど。絶望的じゃない？死んでくんねえかな。やばい。どうしよう。やば、撃たれた。俺じゃねえ。どうしよう。あと4人だから。ああ、いいねいいねいいね。やってるわ。死んでくんねえかな、これで。死ね、死ね、これで死ね。頼む、お前はこれで死んでくれ。ジジイ、くそ。残り2人だ。ジジイ、やばい。まずい。すいません、これどうなってんすか。すいません、どうなってんだねえ。資材があと5しかないっすけど。でもアンチ内だからいいや。ここにいよう。どこ行ったんだ、全然わかんない。どこ行ったんだろう、あの死体が。死体どこ行ったんだろう。あ、飛んできた。
証言さん、皆さんチャンネル登録よろしくね。ジッチー、あいちゃいます。 Thank you。